いやだいぶ元気が出てきたわ。テクノス、親父が買ったんだよね。で、まあ、動いてないと。動いてないな。たまに親父時計こうやってちょろちょろ買うんだよね。ちょろちょろ買うんだよ。当チャンネルは無職のおっさんが有り余る時間をフルに使い、自分の興味に貪欲に取り組むチャンネルです。多趣味道無職でどれだけその道を突き通せるか、破産まで続けるつもりです。今後もいろんな興味、そしていろんなことやっていきます。興味がある方、チャンネル登録、通知ボタン、おまけにグッドボタン、よろしくお願いします。では行ってみましょう。でも中古だったって言ってたね。割に綺麗です。ほんと綺麗だな。この親父たまにこういう変なの買うから面白いんだよな。そう、親父たまにこうやってね、ポチポチね、たまに時計を買うんですよ ね、まあ、ね。でまあ今回はね、まあテクノス動いてるって買ったんだけど動いてないんだよね。電池を交換しましょう。これ使ってんのかな。ラグも全然綺麗なんだけど、ほらラグのここも全然綺麗だよ。これラグも綺麗な。テクノスはあまりいい思い出がなくてね。好きな時計なんだけど動かないのが結構あるんだよな。中古でまあジャンクで何個か買ったことあるんだけど、好きな時計なんだけど意外と動かないのもあってさ、意外と動かないのもあるっていうね。ちょっとこう好きだけど、でもいい思い出があまりない時計かな。たまにいいの買ったな親父。また変わってて、裏蓋をね開けていきましょう。まあなかなか硬かったんですが、スクリューバックですね。スクリューバックで、まあちょっとなんていうのかな、この稼働できる部分が少ないというか、ちょっとこのラグの部分が狭いので、この切り欠きに合わせてオープナーを合わせると、オープナーがラグマの方までこう回っていかないというのがあります。うん、出てきましたね。これは日本製の SIO、 あれだな、シズンだな、シズンじゃない、スケルコーだ。成功です。成功性だ。 SII と書いてたんでね、成功インストルですね。成功インストル製、まあ、成功のグループ会社になるのかな正式には。まあムーブメントとしてはね、そんな悪くないのでね。ではスペーサーを外してどんどん電池交換をしていきます。多分ね、おそらく出品時には動いてたらしいので、電池交換で動くとは思います。ムーブメントチェック。SII は成功だね。 SII DV DB54C かな、うん、まあそれそんなって書いてました。よくあるやつだ。まあケースがかなり大きいのでね、大きめのスペーサーに入っているというような、大きめのスペーサーがついていてっていうような感じですね。では電池交換していきましょう。まあ、端子がこのついてないタイプ、普通の電池なのでね。でそれがこうなんていうのかな、ストッパーで寄って止められてるようなタイプですね。920SW あった。替えの電池は SR920SW です。あ、ストックがあったのでね、あ、ストックあったと思って、ね、それを交換して、さて動くか見ていきましょう。ああ動いた。大丈夫だな。買った時はもう動いてた、動いていた状態で出品されていたみたいだから、電池が切れたんだろうね。
それにしても綺麗だなこれな。ではスペーサーをつけてあげて、これねスペーサーつけるときね、このプッシュボタンがついてる場合、このプッシュロッドが延長されてるっていうのかな、そういう場合があるから意外とここね、ほらスペーサーにプッシュロッドが延長されてる場合があるんですよ。ほらあるよね、これ引っ掛けちゃう時があるから注意なんだよ。だからこうやってまずスペーサーを入れるでしょ。これに忘れがちなんだけど、必ずこのプッシュロッドをの延長をこの少しここに何ていうのかな、プッシュボタン側にこう押してあげるっていうのかな、そうしながらムーブメントのこのプッシュボタンのそのスイッチのところの端子を壊さないように装着してください。ここ、こういうとこをね、うん、ここの端子にこう引っ掛けたりするから忘れてね、こうたまにこうここに後ろのこの切り欠きあるでしょ、ほら切り欠き、切り欠きをこっち側に入れて先に入れた方が切りやすいね、うん、そしてこの時ほらプッシュロッドがこっち側に来てるでしょ、だからこれを押してあげるんだよね、押してあげて、そして静かにまたこのプッシュロッドがこの端子に引っかからないように入れてあげてください。これ見ながらやらないとこのムーブメントのこの端子壊しちゃうんだよね、このスイッチのこの端子っていうのかな、壊しちゃう時もあるから注意がね必要です。ちょっとずれてんな、うん、スタートの位置がずれてる、これはおそらく調整だろう、こっちのフンの方もずれてるから調整だな、まずは一旦閉じちゃおう。おそらくここの時へ、あ、戻すんだ。ってことはそれを戻る。いや、分かった分かった分かった。あ、そうするとここも戻るんだ。ここで戻す。ここで進める。進めるとフンも進むってことだ。ほら。だから戻すと。分も戻ると連動してんだな、うん、意外と簡単だ。もう1分か、こんなもんか、うん、ここだな。サイズ感でかいね、うん、黒のサイズ感はでかい、うん、なかなかいいな。テクノスのこれはなんだ、TSM161、 うん、 TSM161、 うん、まあまあいいな、なかなかいいの買ったな今回は、なかなかいいの買ったな面白いな、ちょっとまた面白いの持ってきますわ。電池交換で治ってよかったな、おやすさん。今日は親父が購入したテクノスの、まあ、最初は動いているっていうので買ったらしいんですけどね、うん、まあ、それのまあ復活をやってみました。まあテクノスってあまりそんな高くはない時計なんですけど、結構好きな時計なんですけどね、以前にもね直そうと思ってジャンクで何個か購入してるんですけど、全部ね直せなかったっていう経緯があるぐらい好きだけど直せないっていうのがね、うん、ずっと続いてたんだけどね、まあ親父がたまに買うんですよ、なんか変なのこうポチポチポチって買ってんですよまあ次回もね親父が買った時計をねちょっと直していくんですけど、また面白いの買ったんだよまた面白いの買ったんで、ね、ちょっと面白いなと思って、親父が買ったシリーズっていうのをねちょっとやってみたいなと思って
まあ、今回のテクノス、まあ、時計自体はそんな高くないですけどね、まあ、デザインとか結構好きでね、好きな時計の一つなんですけど、まあ、今回みたいに、まあ、中身はセイコーインストゥル、まあ、セイコーのグループ会社かな、うん、のムーブメントが入ってたりするんで、まあ、その壊れというよりはそういうのはあまりないね、まあ、相当に綺麗だったし、まあ、ほぼ使ってないで売ったんでしょうね、綺麗だったね。まあ、こういったこのね、これはまあジャンクで購入したらしいんですけど、某オークションでね、いつもやってますから、もうカチ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 やってんだよいつもカチカチやってんの親しいまあそれで買ったみたいなんですけどね、まあ綺麗に直したんですけどね、また出てきます、もう一個ありますから、面白いのが次回出てくるかな。ってことで今回はテクノスを復活させてみました、親父の買ったシリーズ、ちょっと変わった時計。ご視聴ありがとうございました。Thank you.